はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、刀アラビアン、あとわずかですね。現地生活も、駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。めープレゼントが届いています。いいじゃん。え、またログインボーナスな。ああ、なるほどね。クエストを達成しました。新調教師、調教師が AI 自給者。頑張りましょう。まあ引き継いだっていうことですね。さあ、桜花賞など春のクラシックも近づいてきましたね。電動馬シリーズ準備期間、参加させる電動馬の編成ができますよ。でもね、条件がいるのがどうしても引っかかりますよね。WBC かな。次はキングジョージじゃなくて、キングジョージ出してもいいんですけどね。キングジョージまだ取ってないですしね。ただそんなにもう時間は残されてない。期待できそうですね。502キロ、そうか、そうですよね。嬉しそうですね。キングジョージ出すか、 G1 出すか。やりました。ありがとうございます。つまり調子が落ちてますね。いい感じですね。これか、0キロ。いい感じですね。調子は戻りきらない。何かご用でしょうか。キングジョージは諦めます。さあ頑張りましょう。いい感じですね。人参を。いい感じですね。いい状態になりましたね。クエストを達成しました。さあ、頑張りましょう。
適正な馬体重ですね。プラス4キロですね。プラス4キロいるんで、こうかな。成長促進なんで。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。さあレース出しましょう。残り8周ですからね。WBC ターフです。岡部騎手に任せますということで、結果が出るまで、しばらく結果が出た後にまた再開しましょう。ではまた後で。はい、というわけでですね、 WBC の結果出ましたので、見ていきましょう。おはようございます。まずちょっとガチャを、その前にお待たせしました。結果を見ていきましょう。あれ、あ、毎日じゃなくて時間、お待たせしました。行かないと出てこないのか。さあ WBC 結果です。さすがに人気ないんだろうな。 WBC の開催間隔も今期間限定で短くなってますからね。3番人気。20丸が他の馬とは、あ、ついてる、一つついてますね、一番右。結局岡部さん乗ってくれずに河内さんとなりました。最近相性いいんで、最近というか前走ですね、宝塚記念一着取れたんで、一番出走馬というかユーザー馬の中では人気ないですけど、ここはなんとか勝ちたいですね。まあそんなに上位馬差ないと思っているんで、今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。タイガーヒルが上がってまいりました。それからイブンベイ、結構前に行きますね。エクラールが並んでいます。そして5番手にカタノアラビアン、内を通りまして6番コタシャーン、その外にアーデルベント、ストーミングホーム、カステナムゴがその後ろ、プリントシャー、それから9番ディアドクター、その後ろでやりましょうか。クラウンフィール、もう一度前から整理しましょう。これが先頭、4番ルソー、そしてその後ろからイブンベイ、それからもう一頭7番エクラール、差が開いてタイガーヒル、今日も勝利をつかむか。カタノアラビアンと川地騎手、そしてその後ろからコタシャーン、アーデルベルトはこの辺り、そして内からは3番カステナンゴ、外を通って10番ストーミングホーム、1番プリントシャー、その後ろ3馬身くらいあってディアドクター。さあ虹の橋がかかってます。さあ極東の難所ブリーダーズブリッジに差し掛かります。内を通ってクラウンフィール、流れるようにレースが展開されています。依然先頭ルソーであります。これを追って8番イボンベイであります。7番エクラール、この辺りちょっと離れているタイガーヒル、カタノアラビアン、世界の舞台で実力を証明するかコタシャーン、その外からは12番アーデルベルト。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。さあこっから仕掛けていった、アーデルベルト直線の伸び足はどうか。さあ先頭は武装が一馬身にの、さあ大波乱になるのか。先頭ゲネーンと武装、もう300しかないぞ、ジリジリとしか伸びない、これなら後ろに負けてしまう。おっとしかし粘っている、頑張る頑張る、ケネーンと武装、クラウンピエール懸命に先頭は、わずかに及ばなかった。1着アーデルベルト、2着ですね。アーデルベルトが来てからまた伸び返したところは良かったんですが、最終的には合わせきれずに。よ
く頑張りましたね。久美さんですからね、本当に。1着12番、2着11番、買いましょう。3着9番以上のように確定しました。わずかの差っていうとこでしたから検討はしたと思います。レースを終えた馬が戻ってきました。プレゼントが届いています。さあ残り7周ですよ。どうするかですよね。今8月を1周ですか。500キロだから5周は待って次に挑まないといけないとなると、放牧から帰ってくるのは2つになりますよね。頑張りましょう。さてというわけで、次走、一応 WBC の出走権も買いました。これで、もう一回リベンジした方がいいかな。秋競馬もあってそちらに出たい気持ちもあるんですけど、バズるためにはさすがに最後の大勝負するしかないでしょうね。もう一回出して、勝ってSWBC に臨めればいいのかなって思ってます。はい、次回もお楽しみに。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。